音だ。歯車みたいだったな。空飛ぶ円盤じゃないの？何にしてもいい感じのものじゃないな。そうね、考えていても始まらないわ。他にあてもないし、他に人間がいる手がかりが見つかるかもしれないしな。ねえソーラ。ん？ピヨモン、どうしたの？私は空がいてくれればそれで安心。私、空のこといっぱい知りたいの。そんなこと、今急に言われても。ピヨモンは人懐っこいデジモンなんや。ねえソーラ、私と手をつなぎましょう。マッテルのデジモンとうまくやった。
We'll be right back.
歩いても歩いても何も見えてこないな。先ほどから立っている電柱、きっと近くに人間がいるはずなんですが。ちょっと待ってよ。あー、ここはい、あ、村だ。村ってことはやっぱり人間がいるんだ。よし、あの村に行こう。
ている。俺は今燃えているんだぜ。メラモンが叫びながらこっちに来てる。いつものメラモンじゃない。ヤツがここまで降りてきたら村ごと焼けてしまうぞ。みんな急いで逃げて。逃げるってどこに。あそこの枯れた湖に船がありました。よし、みんな行こう。待って、ここにいないキョコモンたちが。その子にありがとう、ソラ。
食らいなさい。ポップスファイヤー。うわっ、あの黒い歯車がメラモンの体の中に入ってたんだ。ソーラ、ソーラ、ピアモン、ありがとう。当然のことしただけだよ。だってソラが大好きなんだもん。俺はどうして。メラモン、目が覚めた。ソラから歯車が落ちてきて、それからわからん。覚えてない？メラモン、また元のように見晴らし山を守って。元のように？あんた、ヨコモンに好かれてるんだな。そうだな。見晴らし山に帰るとしよう。みんな、ヨコモンがお礼にご飯をご馳走してくれるって。やったー！ピアモンが私を救ってくれた。私が危なくなったから、ピッ。
ちが探しに行っている間に、だ、うん、そんな、また砂漠に戻らない。ソラ、牛。あ、ピヨモンが。ピヨモンが暴れと。あれは別のピヨモン。みんなしっかり戦うのよ。くらいなさい。ですね、みんな怪我がなくてよかったわ。